皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですね、9月ももう終わりに近づいているんですが、8月に買ってよかったもの、使ってよかったもの、これねまだ発表していなかったので、こちらをねお伝えしていきたいと思います。で、8月はですね、それほど点数購入はしておりません。今日ご紹介するのはね5つだけなんですけれども、個人的にはですね非常に満足のいくもの、買ってよかったな、使ってよかったなと思えるものがありましたので、ご紹介していきたいと思います。それではね早速始めていきましょう。はい、それではね8月に買ってよかったもの、使ってよかったものを紹介していくんですが、その前にですねこの子をちょっとね紹介したいと思います。8月にですね新しく家族として迎えたワンコなんですが、パッと見キツネっぽいんですけれども、チワワのネイと言います。4月27日生まれですので、もうね5ヶ月目に突入するところで、もう子犬の時期はね終わろうとしているんですけれども、我が家の3代目のワンコとしてやってまいりました。で、8月にね買ってよかったもの、使ってよかったもの、まあ、この子も8月にやってきたんですけれども、まあ、生き物というか家族ですので、この子はねその数には入らないんですが、この子がねやってきたことによって新しくね購入したものがあります。それがね今日最初に紹介するものなんですが、こちらになります。 Amazon デバイスですね、リングインドアカムという見守り用のカメラ、これをこの子のね、まあ、ペット見守り用として購入しました。で、いつもね僕はこの部屋で作業してるわけなんですけれども、2階にあるんですよね。で、ここで動画撮影や編集してるんですけれども、先代のワンコはねもういたずらもしなかったし、トイレも完璧だったので一人でねリビングに置いておいても大丈夫だったんですが、この子はねもういたずら盛りで、いろんなものをかじりますし、一番怖いのは電化製品のケーブルをねかじったりするので、ちょっとね一人にしておくときにはリビングで放し飼いというわけにはいかないんですよね。で、2階で僕が作業しているときには1階のリビングでこの子はゲージに入れるようにしております。で、ほとんど吠えない、すごくねいい子なんですけれども、たまにねギャンギャン吠えたりするんですよね。で、そういったときにいちいちね2階から降りていって様子を見るんじゃなくて、このカメラ越しにね様子を見て話しかけてというようなことをするようになりました。まあ、この子もねトイレが完璧にできるようになって、あとねいたずらをしなくなればリビングでね放し飼い状態ということになると思うんですが、もうしばらくの間ねこれで僕は作業中には監視するというような状態が続くと思います。ね、姉さん、うん、はい、ということでね、ちょっと抱っこしたままでは続きはできないのでリビングに連れて行きますね。はい、今ねワンコをゲージに入れてきましたけれども、このカメラねいいのは、はい、今ねまさにこれリアルタイムの映像なんですが、吠えてますね今ね。こういうふうにワンワン吠えてる時にどうしたんだろうっていうふうに映像を見れるんですよね。で、こういうふうに拡大したりもできますし、もっとね周りを見ることもできます。で、今吠えてるじゃないですか、こちらの声をですね伝えることができるんですよね。まあ相手側のスピーカーオンにすると、はい、こんなふうにね声が聞こえるんですが、吠えてるのでちょっと注意しましょうね。え、ダメ、吠えたら静かにして、分かった、はい、イコさんっていうようなね使い方ができるわけですよね。で、こちらのカメラですね、ペットの見守り用として、まあ僕は使ってるわけなんですけれども、もちろんね赤ちゃんとかね、お子さんの見守り用とか、あとですね防犯カメラとしてもね使えます。視野角がですねだいたい150度ぐらいあって、かなりね広角で撮れますし、映像はね 1080p の鮮明な画像になります。で、また撮れた映像はですねクラウドに保存してくれますので、後からね見返すこともできます。また夜ですよ、夜ね本当に鮮明に映るんですよね。白黒画像にはなるんですが、すごくねはっきりした画像で映像を残すことができます。で、今現在僕は切っているんですけれども、モーションセンサー、動くものをセンサーの範囲内で感知したら録画を開始する、しかもですね感知する4秒前から撮影が始まっているというような機能もありますので、防犯カメラとしてもね十分に役立つものだと思います。で、こちらね Amazon の商品ページなんですが、何よりもね値段が安いんですよね。5000円を切る価格で、ただねこれ通常時に購入したらダメですよ。 Amazon デバイスですので、 Amazon のセールの時にかなりお安くなりますので、そのタイミングでね購入されることをお勧めします。ちなみに最近で言うと4980円のところが直近のセールでは3730円となっております。10月にもねアマゾンの結構大きいセールがあるようですので、もしね興味ある方はそのセールで狙ってみてください。
はい、8月に買ってよかったもの、使ってよかったもの、2つ目ですけれども、2つ目はこちらになります。これね、ウランジさんのカーボン三脚なんですが、名前がですね、X エアクロス F38 というモデルになります。で、こちらもですね、詳しいことは紹介動画作っておりますので、そちらを見ていただきたいんですけれども、まあ、とにかくね、軽くて持ち運びに便利なトラベル三脚で、しかもビデオ雲台付きのものですね。こういったものが欲しくて、でなぜかというとこれなんですよ。ブラックマジックデザインさんからお借りしている BMPCC6K Pro なんですが、これをちゃんと乗せて使える三脚が欲しかったんですよね。でこれがですね、 2.7 キロあるんですよ。なのでちょっとね、今手持ちの三脚では全然安定して使えませんので、かといってね、ものすごく頑丈な三脚ってでかいし重いしお値段も高いんですよね。でギリギリなんとかこのカメラが乗って、さらに軽量コンパクトなモデルないかなと探して、あ、これならということで購入したのがこのウランジさんの三脚になります。でこの三脚ですね、いろいろ買ってよかったポイントあるんですけれども、中でもやっぱりこれですね、 F38 クイックリリースアダプターと呼べばいいんですかね。これが本当に便利で、ちょっとね、 BMPCC 乗せてみますが、このカメラをですね乗せてスライドしてやると、これで固定できる。これがすごく便利です。でビデオ三脚ですので、この状態でね、こういうふうに滑らかにパンしたり、あるいはですね、チルト方向もこういうふうにね、スムーズに動きますし、狙ったところで手を離してピタッとね、止まってくれるというところで、すごくこれね、いいんですが、なんといってもね、この重たいカメラを乗せてもね、十分頑丈ですし、操作にね、耐えてくれると。しかも、こうやって折りたたんでやると、長さが46センチぐらいですね。で、重さも1キロ程度と。いう非常にコンパクトな三脚になると、これはねめちゃくちゃいいですね。で今からね、秋の行楽シーズン、アウトドアシーズンに入りますので、これを使ってこの重たい BMPCC6K Pro 外に持ち出して撮影したいと思っております。でお値段の方もね、実質3万円を切る価格 でしかもセールの時はね、これぐらいなんですよ。23,910円、24,000円切るぐらいの価格まで落ちますので、この性能でこの価格ですので、現状トラベルビデオ三脚としては一番おすすめなんじゃないかなと思います。はい、続いて3つ目です。3つ目の使ってよかったもの、買ってよかったもの、それはですね、こちらですね。これレビュー用に提供していただいたものなんですけれども、神田尾さんのクーカム3という360度カメラです。で詳しいことはね、こちらもレビュー動画を見ていただきたいんですが、これね、レビュー動画作成の時に使っただけで、まだねそれほど使い込んでるわけではないんですけれども、なかなかねいい360度カメラだと思います。でうちのチャンネルではですね、360度カメラというとこちら、インスタ360の X3、 これをねこの春から使っているんですが、こちらね非常に多機能な万能選手という感じなんですけども、このクーカム3は一言で言うと非常にシンプルな360度カメラです。はい、ちょっとね起動してお見せしますけれども、見た目はですね、ご覧の通り GoPro Max によく似てるんですよね。こういう四角い筐体 でレンズがね互い違いに前後についているというモデルになっております。で特徴的なのは、先ほど言ったように非常にシンプルで、 X3 がねいろいろなモードがあるのに対して、こちらはですね、例えば360度の動画撮影に関するモードは2つしかないんですよ。今ちょうどなっていますが、このね動画というモードと、あとねタイムラプス、この2つだけです。とてもシンプルなんですよね。でその分ね、お値段の方もちょっとねリーズナブルで62,500円となっております。 X3 が確かね7万円台だと思いますので、360度撮影入門用としてはね、これ非常にいいカメラだと思います。まあ、今ね僕は入門用と言いましたけども、とはいえですね、性能的にはかなり良くて、またねそのうちこの X3 との比較動画やりたいと思ってるんですけれども、先日レビュー動画撮った時の印象で言うと、 X3 よりもこちらクーカム3の方が映像は綺麗ですね。でこのカメラの特徴は、センサーサイズがね 1.55 分の1センサーということで、こういった360度カメラとかアクションカメラとしては結構大きなセンサーを積んでいるのと、あとですね、このレンズですよ、 F 値が 1.6 なんですよね。かなり明るいレンズを積んでおります。
でこれとあとね全体で 5.7K 撮影ができるということで、切り出した映像もねかなり綺麗な印象を受けています。ということでシンプルでお値段もまあまあお安いんですけれども、非常に綺麗な360度動画が撮れるということで、これねかなりおすすめのカメラだと思います。で個人的にはですね、360度カメラが2台体制になった、これがなかなか嬉しいんですよね。先ほどの BMPCC6K Pro、 これと合わせて360度カメラ2台、これなかなかね面白い映像が撮れるんじゃないかなと思っております。はい、4つ目です。4つ目は動画撮影に関するね本を1冊購入しました。これがねなかなか良かったんですけれども、リュドックという方ですかね、確かフランス人の映像作家さんだったと思うんですけれども、映像クリエイターのための完全独学マニュアルという本になります。でこちらの本ね前々から気になっていたんですけれども、結構ねお値段お高くて3800円プラス税ということで4000円超えるんですよね。それでちょっと購入躊躇していたんですけれども、あの大石由香さんがこれおすすめですというふうに動画内でおっしゃっているのを見て、ちょっとね Amazon のポイントも貯まっていましたので購入してみました。で内容的にはね、まあ、ちょっと中はお見せできないんですけれども、通常の映画とかドラマとかを撮影される方が書いていますので、かなり本格的な内容なんですよね。なので僕のようなこういうレビュー動画とかキャンプ動画撮ってる人間にとっては、まあそこまで内容いらないかなという部分もありつつ、でもねすごく参考になるところもたくさんありまして、これはね本当に高い本ですけれども買ってよかったと思います。中でもねやっぱり僕カメラのことがまだ全然分かってなくて、 F 値とシャッター速度と ISO、 ISO 感度の関係とか、絞りと被写界深度の関係とか、あと構図の作り方とか、そういったところが本当にど素人でしたので、この本読んでね、ああそういうことだったのかっていうふうに腑に落ちました。でプロの方はちょっと置いといて、趣味でね YouTube とか動画作成されている方に、全ての人にねこの本が必要かといったらそうでもないんですけれども、まあセミプロというか人よりねやっぱりちょっと抜けた映像を撮りたいという方にはね、これ一回読んでみる価値はあると思います。はい、5つ目最後になりますが、最後はですね、こちらです。サプリをね8月から飲み始めました。で飲み始めたのがですね、これですね、クエン酸デラックスという、まあ要するにクエン酸をね飲み始めました。で8月のねお盆の時期に、まあ子供が里帰りしたりもあったんですが、めちゃめちゃ疲れたんですよ。で体調が悪くてなかなかね通常に戻らなかったんですよね。でそこで疲れにねクエン酸よく効くっていうふうに前々から聞いていたので、試しに飲んでみようと思ってですね、Amazon で購入したんですけれども、まあ、これがねめちゃめちゃ効いてるかと言われたらわからないです。正直わからないところはあるんですが、まあ、体調がね良くなったのは間違いないです。でこういったねサプリメントってプロテインも含めてですね、ビタミン剤とかまあいろいろありますけれども、結構お高いじゃないですか。そんな中でクエン酸ってね安いんですよ。僕が購入したのがね、この有機製薬の特用クエン酸デラックスというもので420粒入ってるんですけれども、まあだいたい1日ね7粒から8粒ぐらいを目安に飲んでくださいというふうに書かれていて、まあ1人でね服用する場合は60日2ヶ月分ぐらいの内容量になっておいて、それでね2000円切る価格なんですよ。でだいたいねクエン酸ってまあいろんなメーカーさんが出してますけれども、ほぼね似たような価格なんですよね。結構リーズナブルな価格で出ています。まあ、だいぶね年も取ってきましたので、疲れがね抜けにくくなってきております。もしね朝目覚めても、あやっぱりしんどいな、疲れが抜けてないなっていうような感覚の方、お値段もお安いですし、試しにね飲んでみるのはありかなというふうに思います。まあこれめっちゃ効きましたよ、おすすめですよっていうふうに言うといろいろと問題があるので、そこまでは言いませんけれども、僕はね購入して飲んでみてよかったなというふうに思っているし、今後もねこれは続けて飲んでいこうかなと思っております。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、8月に買ってよかったもの、使ってよかったもの、全部で5つ紹介しました。まあ、カメラとか撮影機材、あとね撮影に関する参考書的なもの、そしてクエン酸、まあいろいろあったんですけれども、概要欄にねリンクを貼っておきますので、興味のある方はチェックしていただけたらと思います。でやっと8月に購入したものね、こうやって動画でお伝えすることができたんですが、もう数日すると9月も終わりなんですよね。9月に買ってよかったものはね早めにお伝えできるように頑張りたいと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。